あなたにとってあなたの人生を変えたアニメは何ですかと、一本選べみたいな。そうなの、難しいよって思って。そう、大変でしょ。まあだからやっぱでも原点はゼガペインなんだよなって、すごいいい作品だったしなと思ってゼガペインにしました。そうなので、まあね、ゼガペイン ADP、 もう劇場でね、公開されたされたし、うん、アンアン読者にもこうゼガペインを布教したいなって思って、ぜひゼガペインまだ見てないって人にもこのアンアンのやつ見てほしいなって思っております。そうね、でもさ、あれからだってこれゼガペイン2006年でしょ、2018年になっちゃうわけでしょ。すごいね、もうすぐ12年経っちゃうんだ。やばくないね。そうそうそう、でさ、なんかこのページさ、鬼畜 D に見せたらさ、あれ舞浜南放送局の時の写真は載ってないのって言われて。そんなのもね、浅沼慎太郎さんと二人でね映像番組やってたんですよ、私がもうリアル女子高生だった時にね。でさ、ちょっと感慨深かったんだけど、この前アフレコがあって、で初めて会う、そのなんかね、女子高生の制服を着た女の子、声優の女の子が挨拶しに来てくれたのね。そう、その時に花澤さんに憧れて声優を目指しましたって言われたの、高校生に。ついに来たよ、ついに。僕には花盛りじゃないけど、でもさ、なんかちょっと感慨深くて、17歳でゼガをやってた私とさ、そのなんかこう、それが十何年経ってさ、そんな風に言ってもらえるぐらいお仕事してきたんだなって思ったら、すごいうわーって思っちゃって、うん、ああ私は見習わなくていいかねって言ったけど、もうそっからもう、可愛いね可愛いねってなっちゃったんだけど。